犠牲バント。犠牲バントとは、野球で、打者が、アウトになる代わりに、奏者を侵塁させることを目的としたバントのことである。公認野球規則9.08により定められている。英語では、サクリファイスバントという。奏者を自類に送ることから送りバントとも呼ばれる。また、三類奏者を本類に生還させる犠牲バントは、特に、スクイズプレーと呼ばれ。 送りバントとは区別される。歴史は古く、1860年代にブルックリンアトランティックスの中心選手として活躍していたが最初に犠牲バントを行っていたとされている。犠牲バントが用いられる状況は、走者一類、あるいは走者二類、一類、二類を含むの場合である。前者の場合は一類線を狙って打球を転がすのがセオリーであり。 後者の場合は三塁線に転がすべきとされる。適切にバントが行われた場合、累上の走者は、打者走者が一塁で、アウトになる間に進塁する。犠牲バントが予想される局面では、守備側は必要に応じて、バントシフトを敷いて対処する。なお、犠牲バントの打球には、インフィールドフライは宣告されないため、あえて打球を落とし、閉殺を狙う場合もある。悪釜はバントが難しいので、 ボールになる投球であれば打たずに待つ。バットに当たった瞬間にバットをわずかに引く。そして、バントされた球の飛ぶ方向は、バットの角度で定まる。打つ面が三塁を向いていれば三塁に、一塁を向いていれば一塁線に沿って、球は転がっていく。一塁に走者を置いた場合のギダは、ファウルラインに近いフェアグラウンドで一塁手が深く、突っ込まねならぬ地点。 一二塁に走者を置いた場合は三塁方向か三塁と本塁の中間で三塁のファウルラインに近い地点二塁に走者を置いた場合は三塁と本塁との中央のファウルライン近くにバンとするがそれぞれ最適とされている講義のギダであり記録上の用語としてもギダが用いられるギダはバンとをした結果類上の走者が進類し打者が1類に達する前に アウトになった時に記録され、その打席は打数に含まれない。なお、打者がセーフティバントを狙って結果的に送りバントの形になった場合も、日本では打数がカウントされず、記録は犠牲バントとなる。また、打者走者をアウトにできるにもかかわらず、守備側が先行する走者をアウトにしようと試みて、失敗し、誰もアウトにならなかった場合には、ギガと野戦が記録される。 守備側が失策し誰もアウトにならなかった場合、失策がなくても走者が進塁できたと記録員が判断すれば、ギダと失策が記録される。送りバントが成功すれば、走者を得点権、二類や三類に進めた上、内野ゴロ等のボンダによる併殺のリスクを回避できる。その一方で、守備側にアウトを一つ与えるというデメリットもある。ここから、主に僅差の試合や、 投手など安打を期待できない打者の打席で用いられる。しかし、どうしても1点が必要な局面などでは、チームの手法である4番打者も、犠牲バントを観光することがあるあ。セーバーメトリクスに基づく、統計学的な分析によれば、現在の日本プロ野球及びメジャーリーグでは、無し1塁から送りバントをした場合と、しない場合の得点期待値、1イニングにどれだけ、 得できると見込まれるかを比較すると、バントをしない場合の方が高くなることが、複数のデータの分析から明らかになっており、犠牲バントの有効性が疑問視されている。ただし、たまに、バントを行うことで相手にバントを意識したシフトを、しかせる効果が期待できるし、得点期待値よりも、得点確率、得点できるかどうかを重視する場面。 つまり一点を争うような展開の試合終盤に、犠牲バントを選択することにも、一定の合理性が認められる。また、プロ野球、高校野球等を同一の枠組みであっても、得点環境は年代により、大きく変動しており、作戦の評価や、比較の際には、こうした環境の影響にも注意する必要がある。近年のメジャーリーグ、特に、セーバーメトリクスを重視した戦術を取る。 新志向派と呼ばれるチームでは犠牲バントの数が大幅に減少している。リーグ全体で見た場合も、1940年代は500打席に対し約5.5回はバントが行われていたが、1980年代までにその比率は約5回に下がり、2004年には3回を少し超える程度にまで頻度が落ちている。 対照的に日本では犠牲バントが広く用いられており2005年の時点で比較した場合プロ野球とメジャーリーグではバントの頻度において倍近い差があることがわかっているまた高校野球ではプロ以上にバントが多用されており2010年の夏の甲子園では1試合平均で5.02本のバントが行われた一方でスタッフミーヤ監督が率いた 徳島県立池田高等学校、通称、山彦戦や、2007年に選抜大会を制した、徳波菊川はバントをしない戦術で注目を集めた。プロ野球においても1998年に、横浜ベイスターズを優勝に導いた、近藤博士はバントを用いることに、消極的であ。る。一部記録については、儀比、犠牲不来を含む、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。